あ、みょうがちゃん、あ、しょうがちゃん、あ、じゃあ、おばちゃん、最近大人っぽくなったね。いいでしょ。え、なんていいでしょ。もう剥がされちゃってるって。なん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 。いや、これ難しいわ。いいでしょ。あの、吐息というか、トミってやつね。ってやつ。それも、マイクないと分からへん。伝わらんかった。全然伝わらんかった。ごめんなさい。もう一回だけやってもらっていい？え？吐息をね。吐息をね。うん。今エコーしか出てくれた。エコーかかった今。エコーないとダメだった。エコーないからね、普通のとこ。吐息ね。まあ耳元でそれは言われたら、そうですね、それは誰しも、うん、やっぱ喜ぶとは思いますよ。その前にいいですか、みょうがちゃん。はい、みょうがちゃん。みょうがちゃん。ちょっと間違えました。そうだったんですけど。もうその時点で大人っぽくなったねって、そんなに言われても、セクシーに返しにくいよっていうとこあるからね。そうやな。やっぱもう薬味が好きだからもう仕方ないんだよ。そうなんですよ、思わず。美味しいね。大葉も美味しい。美味しいから。大葉何でも合うから。ねえ、何でも合いますよ。いや、でも私言うのが、大葉とかみょうがとか生姜とか薬味をふんだんに使ったお料理を手早く作れる女の人って、できる女って感じせん。確かに。確かに。そうですよね。ねえ。大葉とか難しいですもんね。味をね、薬味はね、薬味は難しい。薬味は難しい。薬味は難しいな。だから、なんか得意料理は、その薬味を使った料理ですとか言うとちょっとポイント上がるか。ああ、ちょっとセクシーかもしれないです、うん、女っぽいですよね。そうです、そうです。確かに。私は生姜ご飯を作るのが得意っていうのよく言うてますもん。生姜ご飯、生姜ご飯。生姜ご飯。なんかかっこいい。めっちゃ美味しい。かっこいい。私は大葉ご飯作るの得意です。ちょっと違う。どうやって作るの？これ、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 仕上がりに。いるかみたいなところ、うん、いやでもいいと思いますよ。どうしてどんなんっていう話があるかもしれない。広がりますもんね。広がるね。そうですよ。